ね、おっぱいをかばってるんですよね。おっぱいをかばってるだと、この野郎。俺がいつおっぱいかばったんだよ、この野郎。なあ。おっぱいだからかばってる。いや、おっぱいだからかばってるんじゃない、猫をかばってんだよ。なんでおっぱいかばうんだよ、俺が。よろしく。もしもし。もしもし。あ、お名前よろしいでしょうか。匿名で。匿名さんですね。好きな配信と嫌いな配信あります。好きな配信者はよっさんです。どんなところが？黒雪に愛されてるところです。逆だよ。黒雪をうまく利用して。あ、ごめんなさい、笑っちゃいました。うん、黒雪をうまく利用して、花火を稼ぐ悪党だから。小悪党だね。まあ、そんなところも好きです。ああ、そうなんだ。じゃあ、よっさんのヒゲでジョリ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 やられても平気ってこと？顔を。大丈夫です。うわ。じゃあ、よっさんがじゃあ、ウルウルベッベロチューしまくっても平気ってこと？大丈夫です。で、嫌いな人誰？はたくさんいるんで、省略します。いや、その中で特に、強いて言うならば？強いて言うなら、タガメです。あ、じゃあ相談事行こうか。相談事何ですか？最近、うん、最近っていうかもともと、動物が好きで、いろいろツイッターとか見てるんですけど、ちょっと虐待されてるんじゃないかっていう気になる猫ちゃんがいて、うん、で、人間と違って、うん、動物とかって、うん、直接的な暴力を受けてないと、うん、虐待を証明するの難しいじゃないですか。まあね、うん、なんでなんかネグレクトをされてるだけで、うん、ちょっと証明するのは難しいんですけど、うん、ちょっとかわいそうな猫ちゃんがいて気になるんですよ。ほう。で、ちょっとどうにか救えないかなと思ったんですけど。うん。で、あなたの知り合いの猫？知り合いじゃないです。ツイッターで、ちょっと昔から気になってる猫ちゃんなんですけど。うん。なんか、ちゃんとお世話をしてもらってなくて、目やにまみれで、毛もボサボサで。うん、どこね、わからん。俺見てないからわからんよ。何の猫？誰の猫？何の猫？うん。いや、言っても分かるかどうか分かんないですけど。うん、まあ、そういう猫ちゃんがいるんですよ。おう。で、まあ、ちょっと証明するのは難しいけど、お友達の議員さんとかにも、ね、うん、相談してもらったら、うん、そういう、何、叩かれたりはしてないけど、ネグレクトを受けてる猫ちゃんとかを救う方法とかを聞けるのかなと思ったんですけど。いや、全く頭にリアリティがなさすぎて、誰の話をしてて、どの猫のなんかが、あなたが会ったことある猫なの？ツイッターで見た猫なの？まあ、ツイッターとか配信で見ました。ツイッターとか配信、誰の配信それは？R さんっていう人なんですけど。R さんっていうの猫が何、虐待を受けてるってこと？まあ、ネグレクトですね。ネグレクトでいじめられてるってこと？を受けてるんじゃないかと思って気になるんですよ。ああ、全くないよ。全くない、それは。うん、ご存知なんですか？うん、見たことあるけど全然それはない。なんでわかるんですか？いや、俺見たことあるから。いや、見たことあるだけですよね。じゃあ、うん、目やに焼けとかってご存知ですか？目やに焼け？はい。いや、知らない。目やに焼けっていう言葉とかもご存知ないんじゃちょっとわかんないかもしれないんですけど。いや、そんな専門用語言ったところでわかんないけど、とにかく虐待はされてない。いや、わかんないんですよね。だからそれはその言葉自体わかる。目やにっていうのはわかるけどね、大体目やにっていう意味わかるけど、目やにをちゃんと取ってあげないと、蓄積されて、うん、目の周りが茶色くなって、目やにの跡が取れなくなっちゃうんですよ。うん。それは、飼育放棄をしてるっていう証拠につながるんですけど。いや、そこまでわかんないけどさ、その猫飼ったこと俺もあるわけじゃないんだから。じゃあわかんないですよね。見たことあるって言って、生きてるのを見たことあるだけですよね。いや、あなたは猫飼ってんの？あ、飼ってます。あ、そうなの？はい。うちの猫も目の周り白いですけど、うん、あんな汚く抹茶色になりません。まあ、それはね、まあ、別に。で、昔から、あなたとお付き合いする前から、配信で猫ちゃん出してたんですけど、うんうん、何？もう猫飼いならわかるんですけど、トイレの砂とかもお金をケチって、いやいや、そんなことない。いや、そうなんです。あなたご存知ないですよ、ね。いや、俺知ってるよ。だって猫の砂めっちゃ買ってたよ。なんか猫の砂買って、ちゃんと買えてたから問題ないよ、それは。猫の砂を買うだけじゃなくて、うん、
あの、お茶碗一杯分ぐらいしかケチって入れてないですよね、あの人。いや、全然全然、ね、たっぷり入れてるよ。ね、猫小僧。いや、入れてないですよ。ね、見たのあなたじゃあ、最近。あ、じゃあ、あなたの、あ、配信で見ました。うん、最近の？あ、最近は、あの、猫が生きてるかどうかもわかんない状態なんです。最近配信やってないですよね、あの人。うん。なんで見てないですけど、最近写真に写してる限り、うん、もう目の周りが、あの、目やにでペッタベタになって、あれだったら虐待を疑われるレベルで汚いです。じゃあ、よさにも怒った方がいいじゃん。よさなんか猫の毛ってパンパンパンって叩いて。よさの猫ちゃんは、うん、あの、目やに焼けもないし、毛もツヤツヤです。じゃあ、よさが猫パンパンって叩いてるのはあれ OK なの？口バーって入れてあげたり。あれはセーフ。お尻ポンポンご存知ないですか？あ、違う違う違う。お尻ポンポンもそうだけど、猫に、あーって口の中に入れるってあれはありなんですか？あなたにとって。口の中に入れるとか。そう。クロウを捕まえて、ね、口に、えぇーって、よさが、ベロ、あの、ベロベロやってたんだけど。でも、それでクロちゃんが嫌がってれば、嫌がってんじゃん。もう、よさに近づきませんよね。これで嫌がって、猫明らかに手伸ばして嫌がってたじゃん、よさのやつ。まあ、それよりも、じゃあ、よさに寄ってくるってことは愛されてますけど、うん、じゃあ、向こうだってそうじゃん。R さんの猫は、配信中に近寄ってきませんよね。いや。なんなら嫌われて噛まれてるじゃないですか。いや、それはすごく試験が多いね。見たことございます？うん、いや、配信中で。嫌われて噛まれてんの。うん、いや、なんでヨッサンは怒らないの？同じことやってんの。だからヨッサンは、うん、あの、クロちゃんに嫌がられて噛まれたり引っかかれたりしてないですよね。いや、アルタなんて噛まれたり引っかかれたりしてないじゃん。え、引っかかれてましたよ。噛まれてたし。それいつの話だよ。去年ですね。去年だ、去年って、去年何月？最初の頃です。あなたとお付き合いする前ですね。前でしょ。前は俺知らないよ、それは。あの、YouTube に載ってるんで見てください。いや、いいよ、別に過去の場合は遡らんから、うん。いや、噛まれたことないよねって言ったから、余りますよって言ってるだけです。でも今俺が知ってる限りは、そんなにね、そんなことはない。あなたの前ではそうなんじゃないですか。そもそもあなた猫、アレルギーだから近づかないんですよね。まあ、猫アレだけどね。でも見てる限りはそんなことないけどね。じゃあ一緒に何時間も、あの人と一緒に猫と3人で過ごしたことないんですよね。猫と3人で長くはってはないけどさ、うん、でしょ。じゃあずっとあの人がどういうお世話をしてるか見たことないじゃないですか。虐待はしてないよ、せめて。あの、俺が知ってる、あの、放置も虐待なんですよ、うん、で、うん、あの、あなたんちに入り浸ってろくに世話してないことも虐待ですよね。いやいや、それはないよ、ちゃんと世話してるよ。いや、ネグレクトです。まあまあ、それでまあ、それはあなたの主観がすごくね、あの、強すぎるね。実際に見てもっと猫が怪我してたり、猫が怪我したり、なんかあったりしたら、それはね、もちろん虐待になる。怪我をしてなきゃ、虐待にならないっていうのを、うん、だから、人間と違って、そうやって動物はごまかされちゃうって。でも叩いたり、聞いてるんですけど。叩いたりなんか。叩かなきゃいいんですか？いや、叩いた、じゃあ叩かなきゃいいんだったら、人の、ね、猫だってそうやって言えるじゃん。虐待だから病気になった猫を、あの、一日中、あの、狭っ苦しい4畳半に閉じ込めて、いつもあなたの家にいて、ね、放置してんのは、あの、ネグレクトじゃない。まあ、それ 100% 例えばさ、向こうの生活してて言うんだったら分かるけど、そんな時々、時節の話でしょ？完全に。その中であなたが断片的にこの情報はこうだというふうに頭で描いて、それがこうだいすってて叱っても、24時間見てたことないじゃん。いつも緑さん家に泊まってますって言って、あ、いや、泊まってない時だってあるじゃん、それは。向こうの、ね、泊まってない時だってあるし、向こうにずっといる時の方が多いんですよ。そんなこと言うんだと。なのに、ちゃんと世話するって言えませんよね。仕事もしてないくせに、毎日あなたの家にいて、1日1回、いや、1日1回会ってますって、あの人がツイッターで発言したのご存知ですか？うん、だから時間ずらしてやってる時もあるんじゃない？そこは。1日1回会ってるだけなんですよね。普通はちゃんと過ごすんですよ。1日1回ご飯あげて、だからやってるんですよ。1回だけトイレを片しに行くだけ。そこはね、それって飼育放棄っていう。そうしたらちゃんとね、向こうと話して、例えばね、今、あなたの断片的なネットの情報だけでこれそうだって言うんじゃなくて、向こうとちゃんと話して状況を聞いた上でそこで結論出したら、そうしたら。そっちの方が早いと思うよ。ちゃんと DM。嘘つくじゃないですか。それで DM。じゃ最初から嘘つく。それこそ最初から嘘つくって思うんじゃなくて、DM か何かで、DM か何かで調べて、話してはいいじゃん、そこはちゃんと。あなたが。嫌ですよ、攻撃するじゃないですか、あの人。DM でやればいいじゃん、DM で。そもそもブロックされてるんで聞けないんですよね。あ、ブロックされてんだ。あ、されてます。なんて書いたらブロックしたの？何を書いたらブロックしたの？え、猫がかわいそうって書いたらブロックされました。まあ、ただね、まあ、その、あなたの主観的な意見は分かったけど、ただね、これかばってるわけでも何でもなく、俺が見た、俺の主観的な意見から見ると、別に虐待っていうのはない。ない。あなたの主観っていうのは、ちょっと偏ってるんですよ。だから、偏っててもいいけど、
ね、おっぱいをかばってるんですよね。おっぱいをかばってるだと、この野郎。俺がいつおっぱいかばったんだよ、この野郎。なあ。おっぱいだからかばってる、ね。いや、おっぱいだからかばってるんじゃ、猫をかばってんだよ。なんでおっぱいかばうんだよ、俺が。なあ。なんでおっぱいかばってんだよ。あなたは猫に愛情ないから、あなたが好きなおっぱいをかばってるだけじゃないですか。猫も、猫見てるから言ってんだよ。6人飼ってるところを見たことがないんだから。いや、飼ってんだって。ちゃんと世話してる。いや、世話してる、世話してる。いや、あるある。なんか、くひで、こうやって、シュリシュリやってるよ。なんか。あなたの前だからやってんですよ。違う、普段からやってるって。キティニャンを、ブラッシングしてる私可愛いでしょ。お世話してますよってあなたにアピールしてる。違う、配信会でもやってるよ、配信会でも。けまみれだ。だからあなたの前だからって言って。違う、本当にやってるんだってだから。だから、じゃあ、あなた、何時間、キティニャンと過ごしたことあるんですか？いや、何時間って言っても、そんなもん、大したことないけどさ。数時間じゃないんですよね。でも、ただね、ただ、ただ、その、トイレがうんこまみれだったり、そういうとこはないの？ちゃんと餌もあるし、ね。だから、あなたがいる前は、あなたがいる前では、うんこを片してるだけですよね。いやいや、そのもんね、すぐにやってるよ。あなた猫何匹飼ってるの？あなたんちにほとんどいるんですから。じゃあ、あなた猫何匹飼ってるんだよ、じゃあ。3匹です。ああ、3匹ね。うん、はい。まあ、それはね、まあ、猫好きなのは分かってる気持ちが、うん。ね、今も泣いてるし。また、その、あ、分かった。じゃあ、こうしよう。その気持ちが。キティニャンと違って、うちは、うん、分かった。ちゃんと愛情を持って飼ってる。分かった。猫もちゃんと言ってきます、ね。分かった。ちゃんと、そのね、ちゃんと。ああ、噛まれてる。分かった。うん。分かった。まあ、はい。ありがとうございました。ね。まあ、ね、まあ、ちょっと、まあ、感情の部分もあるかもしれんけど、ただね、俺から見てる限りは、そのおっぱい変わってるじゃなくて、ちゃんとしっかりね、飼育してると思ってます。あ、もしもし。